リンリンハローパラレールリニパラレルのリントです。はい、本日はね、ペットの飼育環境が整いましたよという動画でございます。はい、ということでね、いろいろ清掃というか掃除をしてね、こんな感じに片付いております。はい、まあ普通にね電気をつけるとこんな感じです。ちょっと暗いとあれなんで電気をつけながらやっていきましょう。はい、いつもはね、夜の時間帯はこのような感じにしてます。こっちの方がね、今もうそれこそフクモモのねハロくんがあそこにいますけれども、フクロモモンガだったりとかレオパだったりがね、この明るさの方が活動がしやすいみたいなんですよね。なので、夜はこのような、電気の状態にしてます。私自体も蛍光灯の明かりにね弱いんで、蛍光灯をね直接浴びないっていうところでもこの状態かなり私は重宝しております。ただ動画なんで電気はつけておきましょう。はい、じゃあ早速見ていきましょう。まあ分かりやすいところからいくと上を紹介かな。上のこの今あるスタックボックスに関してはこの白い方がね、ケージの改造に使ってるものとかが中に入ってます。でその上に、毛布、これはフクモモちゃんと遊ぶ時用の私の毛布です。プラス、爪切りする時にもこれ使ってます。これでね顔を覆い隠してあげて動きをねちょっとヘッドコントロールをしてあげて、手だけ出して爪切ったりって感じ。こっちのスタックボックスは何入ってたっけ。あ、ペットシーツだわ。ペットシーツ大量で、フクモモちゃんたちがね病院とかに行く時用のプラケース、もしくは様子を見るとき用にね使ってるプラケースです。体調悪いときとかねこんな感じで使ってます。でこっち側にねポーチ類がこうやってかかってます。洗濯で戻ってきたやつとかをここに置いてますね。でこちらがこんな感じ、はるくんとうららちゃんのやつですねのケージになってます。ここはほとんど変わんないね、左右反転したようなペアルームみたいな状態になってます。まだ春もうららもねちょっとうちには帰ってきないんであれですけれどもって感じで、下がねちょっと上よりは高さのあるケージなんですけれども、こっちがギョロハロのね、子供が生まれた時のね、パッチちゃん2世、うちにねパッチちゃんっていう子がいたんですけれども、パッチちゃん2世がねもし誕生したらここに入れてあげたいなっていう感じで、横にミルクとひまわりの種とスタックしてますね。でここに水ですね、園芸用の水差しなんですけれども、ミルク作ったりする時にねかなり重宝している水差しになってます。でこっちがギョロとハロのお部屋だから、実質ね4つ今お部屋あるけど1個しか使ってません。ゆくゆく子供が生まれるのも想定しててっていうところと、ハルとギョロちゃん、違う、ハルとウララちゃんがね帰ってきた時用のところの場所としてもね設置している状態です。いつ帰ってきても大丈夫なようにしてます。でハロくん、ラストの夕張メロンをねすごいペチャペチャ食べてますね。はい、もうこれが最後になります。私も最後の分食べてって感じですね。ギョロがちょっと気づいて起きてますね。うん、めっちゃ見てる。おはよう。あ、戻った。ギョロちゃんはね、引っ込み思案なので、隠れちゃいます。はい。っていう感じで、ギョロハロ。はい。福もものケージがこの辺。で、その下がですね、ここがね、ギョロハロの、ギョロハロっていうか、福ももの餌と、マシュマロですね。で、こっち横が、この間ご紹介したね、サンショウのケージ。おお、もはや可愛いところにいるじゃない。温泉？温泉か？もう一匹は、あ、いますね、あそこに。餌場の奥のところに。温泉か？それ可愛いな、お前。めっちゃ可愛いじゃん。ちょっとだけ直接見してよ。え、かわゆ。なんだお前。
ファンサービスがすごいね。ここの中涼しい、すごい。え、めっちゃ涼しいこの中。え、いいな、私も入りたいその中。はい、っていうね、この間紹介したワインセラーでございます。めっちゃ中涼しい、快適だわ。で、横にバラジムシのケース、プラケースがあります。ちょっとね、直接下に置けないんで、この辺が置いてるんで。なので、100均に売ってたなんか台、木の園芸用の台、園芸用なんか、まあ庭関連のところに置いてあったやつを置いて、その上に置いてるっていう状態ですね。で、ロッペさんは、レオパード月光ですね。あ、こっちはエゾサンショウね。はい。で、レオパード月光の、ロペ様のお部屋。水入れと餌場。まあ、餌入れにあんまり置き餌することはないかな。基本的に餌食べたくなったら出てくるんで、自分から。なんだなんだって。近づくとね、餌欲しいときは自分から出てきます。で、餌ちぎってあげると。レオパゲルね、あげてるんですけれども、餌ちぎってあげると勝手に食べてくれるんで。今日は出てこないんで、今日は餌が欲しい日ではないみたいです。で、上にこんな感じで温度計つけて、ここパカッとね、外せるようになってます。で、この蓋もね、こう簡単に取り外しができて、ここに LED のライト仕込んでるんですけど、こんな感じで中も見れるっていう状態ですね。はい。で、下がまずこっち、ここがね、ペット専用の掃除機が入ってます。はい。ちっちゃいミニサイクロンですね。アマゾンでね、2900円ぐらいで買ったのかな、結構前に。まだうちにハリネズミがいる頃ですね、買った記憶です。もう完全にペット専用です。なので、ペットシーツをね、剥がした時に下に落ちたやつとか、この辺の細かいゴミをね、掃除するような、そう、掃除機で、奥にスケールと両方とも一応スケールになるんだよな、体重計とメジャー、あと猫じゃらし。この猫じゃらしはほとんど使ってない、最近ね。うららちゃんのお気に入りです。で、ここに爬虫類の餌、水あぶの乾燥したやつと、小林昆虫のネルネルするやつですね。と、グッピーのこの餌はね、あれです、わらじ虫の餌です、餌の餌です。で、マルベリーのカルシウム剤と霧吹きで、あと餌入れがここにね、置いてます。餌入れと、なんかシェルターに使おうと思ってたやつとかね。で、あと山椒の、掃除するときに隔離するようなケース。さっき山椒だけじゃなくて、シェフィーとかロペとかもね、隔離するときに結構使ってます。で、こっちがシェフィーの部屋。完全にシェフィーはもう網をつけてね。で、横にピンセットとかスプーンとか、まあこの子たちのご飯用に使ってるものがね、こういう感じで入ってます。こっちがシェフィー用に使ってるやつで、こっちがロペ用に使ってるやつ、一応分けてます。ピンセットであげるのはその2匹だけなんで。で、昆虫ネルネルを練るやつと、このスプーンはいらないな。このスプーン系は、昆虫ネルネルをね、すって出す用の。あ、これあれか。ミルク混ぜる用に使ってたのか。なんか、いろいろあります。その時によって使ってます。で、シェフィーのケージがあって、シェフィーのケージはね、基本的に開けるときはこの、バスキングのライトを上にグッと上げて、で、ここをね、一応これ多分片手で外せるんだよね。こんな感じで。はい。で、こう外した後に、ここにね、こういう感じで、洗濯バサミみたいなやつ挟んであげれば、中のメンテナンスができるっていう状態にしてます。めっちゃ尿酸が落ちてる。おしっこの方が多めなんだね。うんちもあるわ。はい、こんな感じで。シェフィは寝てるね。これ寝顔見して。寝てるね。
まあね、夜なんで寝てるよね。はい、っていう感じでね、シェフィのケージもしっかりメンテナンスのねしやすいような作りにしました。これ片手でいけたわ。もうね、私結束バンドが本当大好きでね、結束バンド祭りなんですよ本当に。100均でよく結束バンド買うね。何袋買ったんかなっていうぐらい買ってるよ。でもそんなに結束バンド、いや、やってるわ、使ってるわ。ここだけでも結束バンド、奥にも使ってるでしょ。でここのところでも結束バンドを結束バンドで伸ばすという摩訶不思議なことをしてるでしょ。結束バンドと結束バンドくっついてればね、ほら、であそこも結束バンドでしょ。でこいつ、このケージなんで結束バンドでと網で出来上がってるからね。ああ、なんかいい感じに食い終わったみたいだね。よいしょっていう感じになってます。はい、トータルでこのようなペット飼育ゾーンでございます。まあもうペットはこれ以上増やせないですね。置く場所も本当に限られますからね。ていうかもう飼育の場所を確保できないもん。だってシェフィがさ、今後大きくなるわけですよ。あの1メーターぐらいまでは、1メーターぐらいになった時にはね、ちょっとどうしようかなって感じですしね。このケースのままじゃ絶対狭いしね。まあその時はその時で考えます。他はね、そんな大きくならない子たちなんで、このままやっていこうかなと思います。はい、ということで本日はこちらのケージね、完成しましたよと、ペット飼育環境がね、整いましたよという、お話でございました。はい、またね、ペットたちの、日常的なね、いろんな動画はこれからも出ていくと思いますので、ぜひともそちらもご覧ください。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。